本日上場いたしましたステムセル研究所の清水です。当社は再生医療への応用を目的として再対決や再体など出産時に採取できる細胞を保管する細胞バンク事業を行っております。今後はこの細胞バンク事業の国内外での拡大、そしてこれらの細胞を用いた新しい治療法の開発、医薬品の開発を目指していきます。